黒崎一護、15歳、高一。実家は町医者。人様の命を預かったり預からなかったり。そのせいかどうかは知らないが、てめえは誰だ？近い。使いじゃねえボケ！貴様、私すぐ。あ？何わけのわかんねえこと言ってあんだ。見えるに普通私の姿を見ることなどできんはず。私はそうか。つまりあんた死神で、そのソウルソサイティとかいうところからはるばる悪霊退治にやってきたって。信じられるかボケ！する格別。聞こえた。間違いない、フォローの声だ。ゆず来るな！フォローの声だ。死神！このままでは全員、奴家族は当たり前だ。一つだけある。貴様がこの残白刀を体の中心に突き立て、そこに私が力を注ぎ込む。刀をよこせ死神。死神ではない、朽木ルキア。俺は黒崎一護だ。うちの連中に手を挙げた罪を思い知れ、魚すら。こいつらが邪魔するってんなら全員だってな。お兄ちゃん、早く朝ごはん食べないと遅刻するよ。奇跡だな。トラックがこんだけうちの中に二人の傷は綺麗に消えてるし、あいつはソウルソサイティとかいうところへ帰ったのか。よろしく。なんでここにいんだよ。ソウルソサイティとかいうとこに帰ったんじゃなかったのか。たわけ、あそこへ帰れるのは死神だ。昨夜私の死神としての力は今の私にその術はない。知らねえよそんなこと。私に力が戻るまで死神。断る。あんな化け物と戦うのは二度とごめんだ。バカな、昨日は見事にやってみせた。それは身内が襲われてたからだ。ああ、この辺りだ。なんだよ。転しろ。そうか、ならば仕方あるまい。覚悟だとか名も知るか。てめえは昨日体を張って俺を助けてくれた。あん時死神の義務だからとかんなこと考えてたか。体を張る時ってな、そん少なくとも井上、いや殺す。指令だ。指令？悲しいな。そうか、ならば仕方あるまい。爆弾の4排な。井上、このままいてもしかしまあ驚いたか。案ずるな。確かに何か入って悪いものではない。寂しがっているだけの例だろう。